こんばんは、AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。こんばんは。もう寝る準備満タン、満タン。できてる。逃れた。今日はここ2日間ほとんどなんかもう寝て起きて寝て起きてみたいな生活をしてたんですけど、そう、まあ、昨日はねレッスン夜あったんですけど、まあ、それは置いといて、そう、それ以外お昼寝て起きてみたいな生活してたんですけど、明日劇場公演っていうことで、ちょっと今日もしまたね同じ生活して、明日全然なんか公演の時めっちゃ元気ないみたいな状態、なんかもう眠いみたいなそれだったら困るなと思って、今日は、まあ、二度寝はしたんですけど、でも二度寝した後は一回も寝てないです。はい、だからまあでも早めに寝るに越したことはないので、配信早めに終わって早めに寝て、明日超絶元気な状態でファンの皆さんと僕隊を迎えられるようにしたいなと思って、はい、おります。てる映画というかドラマとか録画溜まってるやつ見ながら、部屋の片付けじゃないんですよ、片付けではなくてなんだろう、なんかこのものをこっちにやって、これをこっちにやってみたいな作業を永遠としてたんですけど、そしたらこのまあいろいろね作業をしていたら2つ箱が余っちゃって、収納ボックスみたいな感じなの。そう、皆さんにこれをどうやって使うか、どうやって使ったらいい活用法ができるかを考えてほしくて、そう、この四角のこの仕切りあるやつと、このこれも仕切りあるやつなんですけど、蓋開くパターン、そう、これ前あのコンタクト入れようとしたら入らなかったやつそう、この2つをどう使おうか悩んでいて、小物は入れたいんですけど何を入れようかなってめっちゃ悩んでて今困ってます。割り箸めっちゃ短くない？こっち、メイク道具はもう種類ごとに分かれてます。基本的に何かストックしている消耗品、そうだな、でしょ、難しいよね、なんかこれ何に使おうみたいなそう、もともとはこれは充電器コードをこう例えば今使ってない携帯の充電器のコードがここにあるとしあるんですけど、これをこれとこれで別々に分けてこうやって入れてたんですよ、もともとは。こっちはこれは
こうやってこれをこっちに入れて、こうやってこういうのをこうやって使ってたの。そう、でも他のそのもっといっぱいあって、この充電器が。でもこの充電器コードはもう別のやつでめっちゃ綺麗に片付けちゃって、今ここにあるやつは普段からずっと使ってるやつだから、毎日使うやつだから別に収納しなくていいやみたいな気持ちになっているので、そうで、これが余っちゃったんですよ1個で。これはもともとそのコンタクトをこう横に並べていっぱい入れようと思ってたんですけど、あの高さが入らなくてそう、高さが入らなくて別の収納で使おうと思ったんですけど、なんかそれも別にあんまり使えずみたいな結局こうなっちゃったっていう感じ。サイズ感的には携帯よりちょっと短いぐらい。そう、どうしようかなって今思ってます。なので、うん、2つ余ってしまいました。どうしよう。迷ってますね。なんかいっぱいの大人に聞いた方がアイディア出てくるかなと思ったけど、私の持ち物把握してないと無理ですよね本当それは申し訳ないけど、なんかいいアイディアないですかってどうしようかな。とりあえず迷ってます今。わさびやからしのチューブを入れるどっちも持ってないんだが、どっちもハルピョンに必要ないものなんだが もしやハルピョンのこと知らないのか最近聞いたよね、で丸ごとハルピョンやる予定はありますか。絶対にない。ツッキーだから視聴率取れるだけあんなど深夜にハルピョンの丸ごとスペシャルやったとしてもマジ誰も見ないやばすぎ。ツッキーだからみんな見るだけ。ハルピョンスペシャルなんてやったところで誰も見ない。やめてやめて。なんか見てるって多分ハルピョンのファンの人が見てるって思われてないから、まあ、ハルピョンがまずそれなりに有名になる、有名というか人気になることは もちろん大前提としてあるんですけど、それ以上に多分みんながそのハルピョンのファンの人が見るんだっていうのを知ってもらわなきゃいけないので、その最近聞いたよね
がもしも放送されたとするじゃないですか。でハルピョンが出る回が放送された時にこうツイート、誰かというかハルピョンのファンの人がツイートをしてくれないと見てるんだって分かられないんですよね。ただ見てるだけじゃん、見る見るって言ってただ見てるだけじゃん、その番組を作ってくださってる方には何も伝わらなくて、してくださってる方はもちろんねいるので本当にありがたいなっていう気持ちでそのハッシュタグ見てるんですけど、そうハッシュタグ最近聞いたよねでツイートしてくれる人がやっぱ多くないと、別にテレビ局サイドもさ、ただでハルピョンのさ、なんて言うんだろう、番組を作るわけでもないからさ、作るとしたらあのズッキーの映像を作るのにじゃあいくらかかったかって考えた時にさ、じゃあそれが視聴率でとか誰がこうどんだけ見たらとかっていうのって絶対にテレビ局サイドは考えてるんですよね。そうそうなのよ、難しい世界テレビって。テレビだけじゃない、本当すべてが難しい世界なので、うん、いくらかかったんですか知らないですよ、ズッキーのそんなそれにいくらかかったかなんて知らないですけれども、そりゃただであの映像が作れるわけではないので絶対的に、それはそう。本当に。視聴率だったりね、いろいろ。その後番組の、じゃ番組で行ったところにファンの方が本当に行ってるのかとかもさ、私にはみんな報告してくれるけどさ、そのハッシュタグ最近聞いたよねとかつけないと。番組には何も伝わらないじゃない、私にはみんな報告してくれるんですよ、これ食べたよとか明日ここ行くよとか配信のコメントでみんな言ってくれるので、それはすごい、お行ってらっしゃいみたいな、行ってくれて嬉しいみたいなそう、それはすごい伝わって、私にはすごく伝わってるんですけど、それがねなかなかね外にもね伝わるように、私もでも頑張んなきゃなと思いますけどね。めっちゃなんか深夜に話す話みたいなすごい深夜に話すテンションで話してるけど、私今まだ8時半、8時半にもなってない。具体的に言うと X でなんて発信すればいいですか。いや私が皆さんじゃあハルピョン可愛いってコメントしてくださいって言ったら、もうみんなハルピョン可愛いしか言わないの分かったのもう本当にびっくりするぐらいなんか同じコメントしかないみたいないやもうそれだけね従順に愛してくださってることはすごく嬉しいんですけど、いや絶対これやらせやんみたいな、もうもろ分かりなのよそうだからもっとなんか気持ちを込めて気持ちを込めてハルピョン可愛いってコメントしてください、ありがとうございますそうびっくりするぐらいもう従順にいてくれるんですけどそうおもろいぐらい、でも私のファンの人 SNS あんまコメントしないからね、基本私がなんか投稿したとしても基本コメント少ない、いいねもあんまなんか見はするけどみたいなファンの人結構いる、
スタ見たよみたいな。でもそうして積極的にねコメントしてくれたりとかしてくれてる方もいっぱいいるし、そうハッシュタグつけてる人とかもいっぱいいるんだけど、そうその方々に関してはマジありがとうって気持ちでいっぱい。まあ、もちろん SNS でコメントすることだけが応援ではないのは分かってるんですけどね。そうでもなんかそれも一種の応援だよっていう感じ。なんかここだけまつげないんだけど、なんで？そう橋本春奈のやってみっちゃんも最初めっちゃみんなコメントしてくれてたけど、 YouTube とか最近まあ TVer さんで放送されてから YouTube に載るようになったから、基本的にそのみんなが YouTube に行ってみないっていうのはあれなんだけど、そうそれも一個の原因かもしれないんだけど、コメント数減ってるやばい存続の危機。年度末なんだから今やばい存続の危機マジやめて。あの視聴数はあのチャンネルでは毎回ダントツ。いや全然ですよ、ランジャタイさんめっちゃ見られてる。30万回再生とかランジャタイさん行くから本当に、うん全然。私の1万いって嬉しいみたいな、めっちゃ嬉しいみたいな、めっちゃ言ってるのに、なんか他の動画そんな見たらランジャタイさん30万とか言ってたやばい、1万で喜んでた。でも1万で嬉しいのにと思いながらそう30万かと思ってすごかった。頑張ろう、私も頑張る。コメントでさ、 YouTube のコメントでもハルピョンにやってみっちゃでやってほしいやつとか書いてください。多分 KNB さん企画困ってるんではい書いてくださいぜひ。きっと困ってるんで、あでも富山でできることでよろしくお願いします。まあ別にでも待って、全然富山でできないこと書いても、そう富山でできることを KNB さんがやろうとしてくれると思うから全然いいと思いますけど、何でも何でもありだとは思う。私もやりたい企画言ってはいるんですよ。そうでお寿司が叶ったって感じなので、
何やりたい、何なんだろうな、テレビ映えするやつだよね。KNB さんのそのやってみっちゃのプロデューサーさんがハルピョンにめっちゃ過酷なことをやらせたいらしいので、あのできるだけやめてください。はい、本当に。うん、面白い楽しい映像作りをしたい。よろしくお願いします。でも本当ファンの皆さんが考えてくださったものの方が多分喜んでファンの皆さんも見てくれると思うので、そうみんなが見たいものをって感じですね。みんなが見て喜ぶっていうか、みんなが見てあこれハルピョンできてよかったなって思ってくれたりとかして、例えば野球のやつとかもそうだし、でまあもちろんそのなんかハルピョンだけが喜ぶだけじゃなくて、見てる方々にも楽しいって思ってもらえるようなというか、そう、そういうやつ。今年ってなんかワールドカップ的なのあります？その世界大会みたいな。あ、オリンピック、あ、そっか、4年に一度か。なんか例えばさ、ワールドカップ、サッカーのワールドカップがあるから、サッカーのなんちゃらかんちゃらみたいなのとか、いいかなと思ったけど。そっか、オリンピックがあるんだ今年。ダメじゃん。もう一番強かった世界大会なんかありますかとか聞いて、一番強い世界大会出てきちゃった。やば。スノボやっちゃったしね。うん、冬のスポーツ、でももう冬でもないのか、3月春3月4月5月、4月5月あんのかな。もうそれが不安ですよ私は。こう年度末はね、年始から番組改正みたいなあるじゃないですか、よく番組の内容変わりますみたいな、それが一番怖い。その時期が一番怖い。うん、いつやってみっちゃなくなるかもしれないとか考えているんです。私は本当になくならないでほしいけど、から来年も続けられるように頑張ってこの企画を成功させなきゃというか、このコーナーを楽しく面白くファンの皆さんというか、あの富山の皆さんに見ていただけるようにしなきゃって、めっちゃもう不安でいっぱい。年度末と年始は、年度始め。はい、頑張ります。とりあえずサマーフェスティバルにもまた呼んでもらわなきゃいけないのに。呼んでもらわなきゃいけないのに。本当に富山のいろんなイベントに呼んでもらわなきゃいけないのに。やってみっちゃなくなったらもう
やばいやばいって本当に。いつ使われなくなるかなんてさ、こっちには分かんない世界だからさ。いや本当になんかこれは別に KNB さんに限らずいつでも怖いですねなんか静岡のイベントもなんか18期がやってた。もう静岡はうちらじゃなくなったんだと思ってもうあそっかって思いましたね。枕投げ、そうずんちゃんとハロピョン結構静岡ウェイみたいな感じだったね。そう変わってあそっかと思ってもう静岡行かないのかそうもうね多分スタッフさんたちもたくさんこれからを担う若手世代に託したいって思うことがいっぱいなんだと思います。17期18期、またね19期もきっとオーディションがあったってことは入ってくるとは思うんですけど、はい、なのでうん、若い世代がこれからを担ってくれるというか担うんだなと思ってます、はい、めっちゃここうねってる。でもなんかこういう気持ちになるってことは本当になんかあ自分も先輩になってきたんだなって思いますね、うん、先輩って言われる立場になってきたんだなって。そう思うめっちゃ。やっぱこう今もそうだけど春コンでこう選抜以外で一緒にレッスンするときに周りが研究生ばっかりというかなんて言うんだろう若いみんな周りがみんな若い。そう、うん、ハルピョンそうなんですよね。気づいたらなんか多分めっちゃ上の方にいる。そうなのよ。びっくり。いや断言し、いややめよう断言しますとか言ってなんかちょっと変なこと断言しそうになってやめよます危ない。危ない。そうさっき言ってたけどあのさこのさこれをこうこっちにやったりあっちにやったりって今日部屋の中やりましたって言ったじゃないですか。それをしてて見つけたものが一つあって今ちょっとパッとは持ってこれないんですけどあのファンの子からもらったリファのハートの串、かわいいピンクのやつ。
どこ行ったんだろうって思ってたんですけど、あったから使おうと思って。そう、なんかそれがこの間インスタで話題になってて、え待って、私これファンの子から前もらったよなと思ってそう、どこやったっけって思ってたら今日出てきたから使おうって思ってます。めっちゃ髪の毛抜ける、やばい、なくなりそう、なくなりそう、そろそろなくなる、やだ。そう、これくらい、これくらいのハートのブラシ、かわいいやつ。ピンクの。すでになくなっている私はどうすれば。もうさあ、あれじゃない、もう怖いもんなくない、なくなるまで、なくなるのが一番怖いじゃん。もうなくなったからもういいやってならない、なくなり終わったら多分そうだよ、もうなくなったからいいやみたいな、なくなる過程が一番怖いですよね、なくなっていくまでのこのここの期間が一番怖いじゃん。なくなったらいいやってなるじゃん。でしょ。私はまだある方だから、これがなくなるのが怖いです。マジでここを練ってる。この間、あれこの間宿毛しなかったっけ、うちここだけした、あれ忘れちゃった、前髪だけ、あれどうだっけ覚えてないや。めっちゃうねってる。そう、でも伸ばしてます、ずっと。これからも伸ばし続ける予定、アイドルでいる間は。でもなんか髪の毛切ったからってあやめるんだとは思わないでくださいそう、それは思わないでほしいけど、伸ばす、アイドルでいる間は伸ばす予定です。やめたら絶対に切るって感じ。やめたら絶対に切るけど、切ったからやめるではない。そう、でももうちょっと次は明るくする予定、ちょっとだけ。そう、ちょっともうちょっとこれ今飽きてきちゃったこの髪色ちょっと飽きてきちゃった。うん、久しぶりにちょっとだけ、ちょっとだけ明るくしようかな。でもブリーチはしないです、
あの私多分ブリーチしたら髪の毛なくなるんで、はい、でも気分わかんない、全然真っ黒にするかもしれないしわかんないけど、気分、その時の気分。ショートしたいけどね、マッキンキン、そうね、ブリーチもしてみたいんですよ、してみたいんですけど、じゃあ私が今18とかだったら多分してますそう、きっとね18とかだったらしてます。でもこれ怖い、やっぱ色を変え、そのね、派手髪って結構怖いし、私ほんとこれでさえ毛先痛みまくってるのに、それを派手髪を扱える人間じゃない気がするうん、めんどくさいってなっちゃいそうね。前頭ブリーチはやってみたいです。でも宿毛してたりとかするんで、多分髪の毛なくなる可能性の方が大そうなんですよね。だからちょっとブリーチ色は抜かないぐらいのは軽くくらいかな、やってみたい。え、夏休みの学生よく言うじゃないですか、え、夏休みだから今髪めっちゃ染めててみたいな、よく言うじゃないですか。でも私の高校時代って基本的にもうほぼ毎日こうなんか学校行かなきゃいけなかったり、夏期講習みたいなのとかそう、なんか部活とかあったんで、絶対に学生である間に髪の毛をその夏休みだから染めるとかできなかったんですけど、東京の学生は違うってことなんかよく言うじゃん、いやなんかみたいな、夏休みだから染めてるんだよねみたいな、よく聞くんですけど、聞くっていうかまあやばい、ドラマの影響かも、ドラマの見すぎ現実世界ではない、ありえないかな、え、わかんない、ずっとこれパキパキしてます、すいません。私が人生で一番この時派手髪だったなって思うのは、チーム K からチーム B に変わる約何ちょっと1ヶ月ぐらいの間ですね。毛先だけ赤にしてめっちゃ派手髪でした。今より多分髪短くて、そうで、なんかやっぱ当時10何歳19歳とか、それこそ18とか19とかの時だったんで、19、20ぐらいかな、わかんないけど、だいたいそんぐらいだったんで、なんかやっぱり第一次染めたいブームそう、第一次染めたいブームって来るじゃないですか、そういう時だったんですよね。学校だ、高校も卒業して大学生になって、まあ本当にもう校則とかにも縛られず自由に染めれるみたいな時、第一次染めたいブームそう。でもなんかやっぱり私的にその宿毛矯正をしてたりとか、あとなんかファン、やっぱり人にどう見られるかというか、なんか人から好かれたいみたいな、やっぱ願望というか欲があるので、そう
ファンの人にじゃあちょ 全頭ブリーチしました、染めましたってなったらもうなんか本当に嫌われるんじゃないかと思ってなんか毛先だけブリーチして、いやもうなんかチーム B になる時には切るんでみたいな、その期限付きで染めるんで別に許してくださいみたいなすごい堂々といたんですよ、ファンの皆さんの前で。そうなんか多分それだったから派手髪許してくれてるファンの人もいましたね。そうもうなんか17、18、19とかの時はやっぱそうね、まだ染めないでよみたいなそうだ、先にもう私はその時にいや毛先だけなんで、でチーム B になる時にはそのなる前には絶対にもう毛先切るんで、もうなんか文句言わないでくださいみたいな感じですごい言ってたんですよ。そうめちゃめちゃもう予防線なんかすごいもう厳重に貼って貼りまくって、もうどうファンの皆さんに離れないでもらうかみたいな、そう考えまくってそうやって言ってたんですけど、でももう今はなんかなんだろう、髪色うんぬんで文句言わないでって気持ち、いやわかるよ、その黒髪が好きっていう気持ちだってわかるし、こう派手髪が好きっていう気持ちだってわかるし、好きなのはわかった、でもそれじゃないから嫌いになるのはちょっとやめてほしいなみたいな気持ちを持つようになった。それじゃないから嫌いになるのは違うんじゃないみたいな気持ち、なんて言ったらいいんだろうそう、その色が好きなのは分かったよって、あなたがその色が好きなのは分かった、でもその色じゃないから嫌いっていうのは違うんじゃないかなって、それは別に押し付けようとは思わないですよ、私は皆さんに、いや茶色も愛せよみたいな例えば金髪になった時に、いや金髪も愛せよみたいな、そういう押し付けじゃなくって、そう別にその好きか好きじゃないかって言われたら好きじゃないけどみたいなでもまあ別にぐらいの気持ちでいてくれるならいてくれた方が嬉しいなっていう感じ。まあまあ言うならば自分を正当化してるだけなんですけどそうそうです、うん、でもめっちゃマジでとりあえずブリーチなしの色染めたいみたいな気持ち今はそうとりあえずブリーチなしの色染めたい、しかもじゃあ将来さ私がさ別に何になるかは分かんないですけど、今例えばでもアイドルだから染めれるみたいなところありますよね、正直アイドルだからなんかどんな色でも許されるわけじゃないけどそうでもなんかなんて言うんだろうね、わかりますこの気持ち、まあ、社会人ですっごい派手髪みたいなのって結構、まあ、いないじゃないですか、あんまりやっぱ何トーン以内みたいなあるじゃないですか、えなんか誰かが言ってたんですよね、何トーン以内だったら許す、あ、わかった、 KNB のKNB のプロデューサーさんが何トーン以内だったら許されるんですよ、トーン7とか 6?8? ちょっとわかんないけどぐらいなら許されますみたいな、じゃあまあ普通に社会人になるとしたらそうじゃないですか、
大体明るくても茶色みたいな金髪はいないじゃないですか、あんまり、なかなかね、まあいらっしゃる会社も多分あると思うんですけど、なかなかね。で、私がじゃあ将来ここで働きたいってなったところが金髪 OK かも分かんないじゃないですか。じゃあ続いて、この芸能界に残るってなったら、まあ、じゃあ何をしたいかで残るかにもよると思うんですけれども、まあ、多分アイドルはもうやらないとなった場合に、まあ映像関係なのか舞台関係なのかわからないですけど、こうなんて言うんだろう、そういうところになるってなった、そうタレントさんみたいなことになった時とかに、芸能界に残るってなった時とかに、まあ役としてだったら何色にでも、ね、もしかしたら染めてもいいかもしれないけれども、やっぱノーマルノーマルみたいな色じゃないですか、大体ほとんどの皆さんがいるイメージって、そうノーマルみたいな色じゃないですか。ほらアイドルだから許されるだからアイドルの間にやっちゃえみたいな気持ち、そう。でも私はとりあえずブリーチせず色染めたいみたいな感じですね。何色かはもう本当気分です、その時の。そう、かゆ、うん、人生で悔いがあるこ、あるとするならば金髪にしなかったこと。うわー、いや、やってみたいよ金髪私も。でもさ、すっぴんでいられなくなりますよね。そう、派手髪にするとやっぱすっぴんが耐えられなくなりそう私うん、顔が強いわけではないので、そう、すっぴんが耐えられなくなりそうっていう感じ。そうなんだよ。まあでもとりあえずずんちゃんとか今めっちゃ髪色好き。ずんちゃんの感じ、ずんちゃんとかあやねちゃん、あやねちゃんのもうちょっと前、そのエクステと地毛の色が綺麗に合ってた時ぐらいの色そう、今エクステと結構だいぶ地毛の色がかけ離れてるので、エクステと地毛の色が綺麗に合ってた時ぐらいの色が可愛いなって思ったので、そうしたい、変えたい変えたい。ひーちゃんぐらいには多分しないですね、今のところ予定はない今のところ予定はない。そう、赤ピンク、赤ピンクに強いぐらいの気持ち。やっぱそれこそ今まあ17期18期が多いってさっきも言ったけど、まあ別にその他のメンバーと差別化をしたいとかじゃないんですけど、やっぱ今の AKB みんな似ちゃってる、派手髪枠がみんな卒業しちゃったそう、寂しい。寂しいです。ちょっと寂しいんで。そうそうそう。でもブリーチはまだ勇気がいるかなって感じ。宿毛してるし。
じゃ先に言ったんで、この今日の配信見に来てくださってる方には先に言ったんで、あの派手髪イメチェン卒業はやめてください。しないです。仕事運今年いいんで、はい今年仕事運いいんで、そうそのイメージはやめてね。派手紙卒業やばいみたいな。違います、全然全くそんなつもりはないです。全然ゼロです ゼロだけど、気持ちはゼロだけど、仕事運いい詐欺は嫌だ仕事運いい詐欺は嫌なので、頑張って仕事したいです。よろしくお願いします。いやそう、なんか辞める直前にエイトってめっちゃみんな派手髪にしてたんですよね。よくいたよねあの時代に辞めてったメンバー、なんかめっちゃ派手髪、イメチェンめっちゃして辞めましたみたいなそう違います、全く違います。あ、吉田カレンはもうずっと言ってた、その辞めるって決める前からずっとマジでもう早く銀髪にしたいって言ってたからそう、吉田カレンは全然多分辞めるから派手髪にしたとかじゃないと思う、まあ、辞めるから派手髪にしたわけじゃないけど、多分そういう人は多分いないと思うけど、そうそうそう、でも本当にずっと銀髪にしたいって言ってました永遠に言ってた、マジでもう早く銀にしたいみたいな永遠に言ってた、永遠にすればいいやんって言ってたしてよみたいな、早くしてよってずっと言ってたうん、どう評価されるかを考え、え、だってさ落ち着いた髪色でもさ別にさ何にもさ選ばれたりさしないんだからさ、派手髪にして選ばれなくても一緒じゃないやばい、え、だってどっちにしたって選ばないじゃないですかっていう感じ、じゃあ別に好きな色にしてよくない、どう評価されるか、うん、この色でも評価これだからうん、一緒一緒、あ、やってみっちゃいや、いっちゃう、やってみっちゃで、橋本春奈派手髪にしてみっちゃ、やばいやばすぎそうなんだよね、やってみっちゃがあるんですよ私、絶対やっちゃうおもろすぎる、最高やん、いやお仕事なんでってめっちゃ堂々と言える、いやお仕事なんでいやピアスは開けない、開けたいけど、めっちゃ開けたいんだけど1個開けたら止まんなくなりそうだから開けない、1個目をやらない、ずっと言ってる私これ、まあ、今はねそれこそ昔より全然ピアスがイヤリングが可愛い時代になってきたので、そうでもセリちゃんもこの間ピアス開けたって言っててめっちゃ可愛いってなってて、そうみんなに可愛いって言われてた、羨ましい羨ましい、ピ
明日は多分人生で開けないと思います。あと多分開けれる穴ない、短いじゃない、なんていうのこれ、ちっちゃすぎ耳ちっちゃすぎ、開けれる。しかもファンの皆さんにたくさん可愛いイヤリングをいただいたのでそれでいいやって感じそう、うん、開けれる穴なさそうじゃない、どこに開けますみたいな。開けれる面積少なめ。開けないです。開けたいけどね。うん。開けないと思います。ピアス。ピアス開けるお金あったら美味しい焼肉食べに行きたい全部ご飯発送、カツヤ何回行けるんだろう全部発送ご飯。おももすぎでも私やめて、え、マジで全くやめないんですけど、全くやめない、全くやめる気ないんですけど、やめた後のことはめっちゃ考えてて、やめて髪の毛切るでしょでこれはハッツとかがやる前、ハッツとかエリーちゃんとかがやる前からずっと思ってたのは、やめた後に絶対に髪の毛切ってヘアドネーションするって決めてたんですよ。そうだから、でなんか最近めっちゃ伸びてる、さすがに道枝ちゃんがやる前からは思ってないそう、道枝ちゃんがやる前からは思ってないけど、そう、でもハッツがやる前からは思ってて、絶対やろうって思ってて、したらハッツがやっててめっちゃいいやんってなって、そうそう、でエリーちゃんもやっててめっちゃいいやんってなってる今。早く髪切りたいけどやめたくない、まだ AKB そう、まだ やりたいことがいっぱいあるから、まだ AKB やめたくないからまだできないんだけど、そうそうそう、やめた後の髪の毛のことだけ考えてますそう、やめた後の自分の人生のことじゃない、やめた後の髪の毛のことだけ考えてるやばすぎもう23歳なんだからさって言われそうだけどそう、切りたいさはあります。でも卒業するってなった時は絶対に長い髪がいいって思ってるし、そうそうそう、こうやって言うとなんかあれなんですよね、こうやって言うと私がなんかあの髪の毛切らないってことは卒業するってことですかみたいな、なんかもうなんでそうさ、みんな逆を考えるのかな分かんない、髪切った直後に卒業とかあるかもしんないんだから、ハルピョンやめてよ女の子はね、もうすぐに発言とすぐにもう変わるんだから、そう今は髪長い時にそう卒業ドレスを着たいと思ってますけど気づいたらなんかもう卒業するってなった時に、え、髪短い方がやっぱいいかもしんない、あ、やっぱ切ってから卒業しますかもしんないから、わかんない
今はそう思ってるよっていう話。そうそうまだ全然考えてないんで、すいません、あの仕事いいんで、仕事もいいんでやばすぎ、仕事運いいだけでやばすぎるよねマジで。仕事運いいってだけでさやばすぎる。でもピョンズのみんなはありがとうって感じなんだろうな、あの先生に対して、ヤギ先生、ヤギ先生に対してみんな絶対本当にありがとうって気持ちでしょ。ハルピョン仕事運4位にしないでくれてありがとうって思ってるでしょ絶対。あれを見た直後から絶対思ってるでしょフフ仕事運いいから辞めるって考えに至らなかった。あ、どういうこと、あ、今辞めた方がいい仕事に巡り合えるってこと、はあ、なるほどやばいやばい、あ、なるほどやめるやめない関係なく仕事の1位はか、いやマジでそう、仕事の1位は本当に嬉しかった、何より嬉しかった、何どのどれが1位より、うん、まあ、総合でも嬉しいけど、でも仕事運4位の総合1位とかでも全然別に嬉しくない仕事運1位が一番嬉しかった、本当に心の底から、今何ヶ月目？占い行ってから4ヶ月目ぐらい、3ヶ月、行ってみたいな、どうですかって、変わってますか本当はそう3ヶ月、2、3ヶ月で変わりますみたいな感じだったんだけど、1ヶ月後しか行ってない、行ってないっていうか写真送ってないから、うん、普通に行ったらどれぐらいするんだろう、あこいくらぐらいやばい、お金、お金で考えちゃう。占いって高いですよね。そう、でもいい風に変わってる、そのなんか周りをなんちゃらうんちゃらかんちゃらみたいなそうって言われたので、その線を大切にしていこうと思います。周りから可愛がられて活躍できる線みたいなアイドル10年目にして、もうすぐ11年目なのに、もうすぐ10周年なのに今から可愛がられてどうすんだって話なんですけどそうそうそう、
きですと言いながらよし、やばい、カラコンインクマジ一生できない。でもとりあえず今はもうカラコンインクの振りは一回忘れて、明日の僕隊を思い出さなきゃ。頑張れ頑張れハルピョン。頑張る頑張るハルピョン。起きてます、寝てないです、すいません起きてますよ、寝てないです。チャ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 ラチャチャアイド、もうほんと、まあでも終わったら配信もうちょっとしたら終わって、振り返りながら寝落ちしようと思いますはい、頑張ります。これ見ながら寝落ち作戦。ちょっと待って。ありがとうございます。明日の。13時間寝ました。だっていいな、羨ましい、うちもそんだけ寝たい。
いやもうほんとでも合計したら13時間ぐらい寝てるかもしんないけどそう一気に13時間寝れない。まあでも多分寝すぎてる。あと鼻の通りが悪かったから。マジなんか本当になんていうの、全然充実してない3日間でした。3連休でしたね最悪。もうなんで風邪ひくのっていう3日間でした。まあ、寒かったからどこも行かなかったかもしんないけど、ほんとなんかせっかくの休みなのになんでこんなしんどい思いしなきゃいけないのっていう3日間になったのではい、3連休ではなかったんですけど、昨日お仕事だったんで、はい、3連休ではなかったんですけれども、3連休、まあ、配信があるので連休というものはないです、はい、でも明日、いや本当に明日、でもこの3日間休みじゃない3日間ちゃんと寝たおかげで明日公園に出れるって考えたらよかったって感じなので、ちゃんと寝てよかったと思います。27、28、29が、夜配信できそう。ちょっと明日はもしかしたら昼配信かなって感じなんですけど、よろしくお願いしますということで、明日公演なのでゆっくり喉休めながらゆっくり寝たいと思います。鼻もお休めしながら、ちょうど15分なんで、ランキングいきます。1位、てつやあっとはるぴょん大大大好きさん、ありがとうございます。2位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位、A ダッシュあっとぴょんずさん、ありがとうございます。4位、鉄道のエイトさん、ありがとうございます。5位、直吉さん、ありがとうございます。6位、トラックヤロアットゴリさん、ありがとうございます。7位、コバさん、ありがとうございます。8位、ともゆきさん、ありがとうございます。9
9位イバジュンさんありがとうございます。10位マックミックさんありがとうございます。11位クジノダイゴさんありがとうございます。12位クロさんありがとうございます。13位バンボシさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日昼、明日の健康状態見てもしかしたら夜もやるかもしれない。あと昼もしかしたら場所空いてないかもしれない。そう今聞いたんですけどスタッフさんに、ちょっとすぐに連絡返ってこない感じ。今日今忙しいんだと思う。だからまた、あでもどっかのタイミングで15分は絶対にやるんで見てください。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプで6910盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう。富山県出身春ぴょんこと星本アルナでした。ありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバイ。